農村の風景が今なお残る、ここは川崎市麻生区の柿尾地区。10月に入るとこの周辺では善治丸柿の収穫の最盛期を迎えます。バッパサミと呼ばれている長い竹の先を割った道具を使って枝ごと折るのがこの収穫の特徴。今からおよそ600年以上も前から栽培されてきた善治丸柿の元になったと言われている原木がここ大善寺の庭に残されています。そして古くからある善治丸柿を地元の名産として親しみ残していこうと柿祭りを開催。この祭りのメインは善治丸柿を使ったイベント。種飛ばしや皮むき競争に多くの人が参加し、秋の一日を楽しんでいました。小粒ですがとっても甘い善治丸柿、この収穫が終わると秋も足早に過ぎていきます。